メメデス団の怪人はすべて倒した。残るは幹部怪人とデスムキン大帝のみ。町には平和の兆しが見え、人々の表情も明るい。しかしここで気を抜くと、メメデス団はまたくだらない怪人を増殖させるに違いない。デスムキン大帝を倒し、平和を取り戻すため、いや、元の体に戻る薬、モドレナリンを取り戻すための戦いもあと少しだ。一方、メメデス団では再三の屈辱にプライドをズタズタにされた女幹部ヒステリン王女が最後の決着をつけるべく出撃をしていた。出ましたね、ヒステリン。邪魔者はいないようだね。やっておしまい。Hey!
メメデス団が送り込んできた究極生物、次回合体怪人マゼター登場、お楽しみに。大幹部ヒステリン王女も敗れ去った。しかしメメデス団最強の男ゾゾ大佐はメメデス最強生物の開発に成功していた。町は再び強風と地震に見舞われ、エビとカニの食中毒が流行し、塩が町から消えた。人々は不安と絶望から恐れおののき、泡を吹いて横歩きした。そう、かつてない災いに町は大パニックに陥ったのだ。なぜ、なぜだ。メメデス団の仕業に決まっていると睨んだ白鳥ミチルと道玄坂博士は災いの発信地に乗り込んだのだ。行きますわよ。
さ。今まで貴様に倒された怪人たちをマゼルナリンで合体させた究極生物を作り上げたぞ。行け合体怪人マゼター。やめやめやめ、ドッシュン。
怪人が倒されるとは、次こそ貴様の最後だ。お待ちなさい。バスライのヒーローハンターとの決着がついに。次回、さらばヤバいだ。お楽しみに。すべての怪人は倒した。残るはゾゾ大佐とデスムキン大帝のみ。ついにメメデス団基地に乗り込み、決着をつける時が来たのだ。悪趣味な建物を進み、群がる戦闘員を蹴散らすと、そこには意外な人物が待っていたのだ。
ヤバイダー参上。出ましたね、ヤバイダー。お前は俺の獲物だ。俺がこの手で始末してやるぜ。行くぞ、行くぜ、行くぜ、ヤバイダー勝負、行くぜ。ついに姿を現したメメデス団の大首領、最終回デス抜きに大帝登場。世界の平和を取り戻せ。お楽しみに。ヤバイダーは道玄坂博士に別れも告げずにこの世を去っていった。
しかし、もう振り返ることはできない。ここまで来たからには、大首領デスムキン大帝を倒すのみ。行け、ヒロイン。世界に平和を取り戻すのだ。デスムキンからモドレナリンを奪うのだ。どこです？刀剣、ここが貴様の墓場だ。刀の旅にしてくれるわ。天柱、天柱、天柱。誰かが誰かが誰かが呼んでいる。力のかけなら消えちゃいないぜ。答えのあなたにも絶対話せない。醜いあんたを見つつ巨大な老後はないけれど、ここから先は俺が相手だ。天柱、休まる日はなくとも、戦え披露、奮い立て披露、力の限り誰も言わなくても俺が言う。誰かが呼んでいる。天柱、立ち止まりに行けば二度と大将。天柱、この地下の壁なら嫌いじゃないぜ。お前の鋼より熱い俺の魂。相手
ソウェルカ。あなたがデスムキンですね。モドレナリンはどこにあるのですか。マスター。え、アイムストロング。行きますわよ、デスムキン。モドレナリンが。え？モドレナリンが基地と一緒に燃えてしまったの。私、この先もヒーローとして生きてまいります。
きっと白馬に乗った王子様にも出会えるわ。そっか、どんまい。雫だけの熱い涙まで。